南極地図。エンダービーランドは、図の右上方に記されている。エンダービーランドは、南極にある地域の名称。南極大陸東部、インド洋西部の方向にあたる地域である。1831年、イギリスの捕鯨船長ジョンビスコーが発見し、選手であるエンダービー社の名が付けられた。インド洋側で最初に冒険された南極大陸の陸地である。 日本語文献では、エンダービーランド、エンダービーランドのほかエンダービーランド、エンダービーランドとも表記される。エンダービーランドの衛星画像アメリカ地質調査所の地名情報システムでは、統計44度38分から統計59度34分にかけての地域が地理的なエンダービーランドと定義されている。すなわち、西は新南標画末端から、東は ウィリアムス・コースビー・ベイに至る範囲である。西はドローニングモードランド、東はマック・ロバートソンランドに接続する。上記の定義のエンダービーランドの最東部、エドワード・エイト・ベイイト統計59度34分までを、ケンプ海岸と呼ぶ。別の定義によれば、統計45度から統計55度にかけての範囲が、エンダービーランド。 統計55度から統計60度にかけての範囲が、ケンプランドと呼ばれる。この区分は、この地域の領有を主張するオーストラリアが用いている。エンダービーランドの北部は、南極圏の外にある。エンダービーランドの最北端にあたるケープバタービーは、東南極で最も北に位置する点でもある。ユスグスの定義による、地理的なエンダービーランドには、以下の地形がある。 エンダー・ビーランドが面する南極海の海域がコスモノート海の名称で呼ばれることがある。オーストラリアは統計45度以東をオーストラリア南極領土として領有を主張している。また統計45度以西はノルウェーがドロンニングモードランドとして領有を主張している。1855年の南極地図。エンダー・ビーランドとケンプが発見した土地が右下に示されている。 この土地は、1831年2月25日、イギリスの捕鯨船長ジョンビスコーが、ブリーク船、トゥーラゴトゥーラによる南極海探検の途中に、発見した。ビスコーはこの陸地を、トゥーラゴの選手であるロンドンのエンダービー社にちなみ、エンダービーランドと命名した。3月16日には、南位66度10分、統計51度22分、 南位66.167度統計51.367度、マイナス66.16751.367にある、アンミサキを発見している。アンミサキの名は、おそらくビスコーの妻の名にちなむ。1833年12月26日、アザラシ領船長ピーター・ケンプが、ケンプランドと呼ばれることになる陸地を発見している。エンダービーランドは、 南極大陸探検の初期に発見された土地であったが、その後約100年にわたって訪れる人はいなかった。エンダービーランドのノルウェー国旗と、ノルウェー隊の頻率をホルム、プロクリメーションアイランド1929年から1930年にかけて、エンダービーランドは、ノルウェーと大英帝国の探検競争の舞台となる。ノルウェー隊を率いたのは、ヒャルマー・リー・ラルセン。 イギリス・オーストラリア・ニュージーランド隊を率いたのはダグラス・モーソンであった。リー・ラルセンは1929年12月にエンダー・ビーランド西部から飛行機による探検を始め12月22日にはアンミサキオケ沖合の開票場にノルウェーの国旗を立てた。しかし、ノルウェー政府はエンダー・ビーランドの領有に関する大英帝国の主張をすでに承認しており、 リーラルセンの主張は退りけられることとなった。1930年1月30日、モーソンは、ケープバタービー沖のプロクリメーションアイランドに、上陸して、ユニオンジャックを建て、この地位が、大英帝国領であることを宣言する文書を、読み上げた。翌1月31日、モーソンとリーラルセンは解動し、統計45度をノルウェーと、大英帝国の境界とすることを確認した。 モーソンが率いたバンザレによる探検で、1930年にエンダービーランドからマックロバートソンランドにかけての海岸が明らかにされた。この時、アムンゼンワニアスコット山脈、トゥーラ山脈が発見された。1933年、大英帝国が領有を宣言する地域のうち、統計45度から統計160度までの地域が、実地領オーストラリアに属するものとされた。 これがオーストラリアの領有権主張の基礎となっている。第二次世界大戦後の1947年2月に行われたハイジャンプ作戦により、この地域の空からの観測が行われた。1959年以降、オーストラリアによる調査が進められた。1962年1月、ソビエト連邦はエンダービーランドにマラジョージナヤ基地を建設し、 南極調査の拠点を置いたウィキメディアコモンズにはエンダービーランドに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。